ぬけろ Q&コーナー、みんなの質問にお答えします。イエイ。今回はグラフィックデザイン科五十嵐真央としぶきおかと渡辺里奈がお送りいたします。はい、今回質問いただいた質問は、作業中に BGM は聞いていますか、おすすめがあれば教えてくださいという質問です。では早速しぶきさんから、あ、その前に注意事項なんですけど、制作中やプライベートなどで聞いて、授業中は聞かないように気をつけてください。ではしぶきさん、早速お願いいたします。はい、僕のおすすめする曲はサカナクションのライトダンスです。作業中はなるべく明るめの曲を聴くようにしているのでおすすめです。はい、はい、ありがとうございます。それでは皆さんお願いいたします。はい、私がおすすめする曲はセブンティーンのアジュナイスです。この曲を選んだ理由はアップテンポの曲なので、テンションが上がって作業ペースも上がるので、この曲を選びました。はい、ありがとうございます。はい、五十嵐さんお願いします。はい、私がおすすめする曲はエド・シーランのゴールデン・ガールズです。テンション上げるために外国のノリのいい曲を聴いてます。で、いつもこういうヘッドホンとかで音楽聴いてます。はい、ありがとうございます。はい、それではみんなも音楽聴いてノリノリで制作やりまし頑張りましょう。これで N キャラクターのコーナー終わります。イエイ。